OK です。 OK ですか。じゃあ始めますよ。那我们就开始吧。何か面白かった。他跟你说初次见面。为什么你这样子笑呢？因为我记错时间。我是看到你了，就想说，哦，那一定是我记错时间了。Okay. 那个その台湾と日本って時間が1時間時差があるじゃない？はい。覚え間違っちゃったって、その私が何時スタートだよっていうのは日本時間で伝えて、でも最初の1行に自動的に 1時間引いてねって書いていたんだけど、そこを見、はい、を見落としたんだって。ああ、ごめんなさい。はい。僕もね。不好意思，嗯，僕も台湾時間で書けばよかった。他说抱歉，其实他应该要写台湾时间了。啊，没关系，没关系，没关系，我 OK 了。大丈夫です。じゃあ始めましょう。はい。開始吧。はい、そういうわけでサーカスダウンボリューム6は、新保さんをお呼びして、トークをしていきます。那我们今天的那个马戏团。第六次马戏团呢，我们邀请到的嘉宾是陈千和先生。はい。で、ちょっと久しぶりに自己紹介からすると、僕は日本でサーカスの活動をしている、まあ、企業から依頼を受けたり、まあ、もしくは自分でイベントをやったり、いろいろしている、サーカスプロデューサーを名乗っている安田と申します。我好久没有做自我介绍了，那但是呢，今天呢，我们也在特别，我也在此特别做一次自己的自我介绍。我叫毕姓这个安田，我叫安田呢，我在日本就是主要是在企划一些马戏活动，例如说有的是企业会委托我们做，那有的是我们自发性的活动，那我算是这个马戏的一个 producer 制作人企划者。对，まあ、僕がサーカスが好きなので、まあ、サーカスってどんな魅力があるだろう、サーカスってなんだろうっていうのをサーカス関係者と話していくっていうのがこの番組です。那我这个节目呢，就是因为我很热爱马戏，那我就想要通过我这个节目来跟我的嘉宾来聊一聊哦，这个马戏的魅力何在，然后马戏又是什么呢？我就想要跟这个马戏工作者一起来讨论这样的议题。で、まあ、僕はサーカスが好きで海外にも行くんですけども、まあ、台湾でサーカスのイベントがあるフューチャーサーカスラボっていうイベントがあるというので遊びに行って、でそこで仲良くさせていただいたそのイベントのプロデューサーが、今から対談する新保さんです。那我今天呢邀请到的陈千和先生，我们的新和的，我跟新和结识的缘起呢，就是因为我很热爱马戏嘛，所以我也经常去到这个海外的一些马戏的任何艺术节或者是活动等等的。那我有一次呢，有一年就听说了，在台湾也要举办这个马戏的这个艺术节，那我就特别飞到台湾也去参观，也去拜访这个艺术节的时候呢，我就知道说这个未来马戏实验场的这个艺术节的总监统筹就是新和，然后我们就因此而结识。新和さんは、それ以前に、ま、そもそもは、シルクドソレイユにも出演しています。那顺便一提呢，其实新和呢以前也为这个太阳马戏团服务这样子。そして今日はもう一人、いつもは二人なんですけど、今日はもう一人通訳で、僕の友人である、リリーさんに入ってもらっています。那因为我们这个对谈呢，通常其实是两个人做一个对谈。那今天因为我们有这个跨语言的问题呢，也特别邀请到了我的好朋友 Lily 做这个口译来加入我们的这个访谈。そう、リリーさんはもう通訳がすごくってね、この新保さんとの打ち合わせの時も僕が日本時間で全部書いちゃったのに、その通訳する時にこれは台湾時間だから1時間先に引いといてねっていうのを入れてくれて、で通訳してくれるってすごい丁寧な通訳される方なので、もし日中 の通訳のお仕事がもしあれましたら、リリーさんまでご依頼お願いします。ありがとうございます。
因为今天就很感谢我的朋友莉莉、这个意气相挺来帮助我们做这个访谈的口译。那其实莉莉呢这个口译的这个功力呢，其实就算是我是朋友呢，我也特别的推荐。然后像这次例如我们上一次的这个访谈之前的这个练习的部分呢，我也见识到了其实他的这个口译的部分呢也非常的细致。然后例如说我有的时候是跟星河说是日本时间，他还会特别交代这个是日本时间，请星河自动减一小时等等的。然后未来有什么中日口译的这个工作需求的话，或许也可以考虑莉莉。谢谢谢谢，还帮我宣传。はい、では早速シエホさんと話していきたいんですけども、先ほど実はもらったリンクをですね、この Facebook ライブの下のにも貼りました。でそこを読んでいったらですね、シエホさんは10歳の時に、学校に入っているですね、うん、はい。那我们就马上切入正题吧。那今天呢也很开心星河跟我们分享了很多的他的过去的一些采访的一些节目的连结哦。那所以我也在特别在我的 Facebook 呢也把这个星河分享给我们的这些连结也贴在下面。那如果有兴趣的朋友呢也可以。那我在这个节目开始之前呢也点了几个来看，我也发现了你的履历里面有特别提到说，哎，星河你是不是十岁的时候就进入了这个戏曲学校呢？嗯，我十岁的时候去念了戏曲学校，那时候学的是传统戏曲，可是传统戏曲有很多种，所以我们就先说我学的是京剧吧。そうです。僕10歳の時にその台湾の戯曲の学校に入学しました。で、まあ、戯曲といえばもう伝統的な戯曲なんですけれども、まあ、たくさん種類があります。その中で僕が、まあ、特に習ったのは専門で習ったのは京劇になります。那我去念学校的时候呢、它虽然叫做学校、可是它不是隶属教育部的、它是被隶属在国防部的体系之下。所以我们的学校呢是在军营里面、啊、周围的人都是军人。しかしですね、戯曲学校、学校といえば、まあ、日本でいうその文科省の傘下になると思うんですけれども、まあ、台湾では教育部の管轄に本来なるんですけれども、しかしこの戯曲学校、実はですね、管轄が台湾の 国防部なんですね、防衛省にあたります。で、国防部の管轄なのでですね、実はこの学校っていうのは台湾の、まあ、軍のそういった基地の中に学校が創設されているので、僕の周りは軍人だらけでした。那在学校的时候呢、我们就要练习很多跟戏曲有关的功夫、啊、我们要学翻跟斗啊、要学唱啊、要学表演啊、甚至还要学一些像武术一样的练习。嗯，なので、まあ、学校でですね、まあ、僕たち日々その戯曲 に必要な技をですね、日々練習を積まないといけないわけですね。まあ、例えばバク転であったりとか、まあ、どういうふうに、まあ、その戯曲 その身なりとかですね、身振りとかですね、まあ、そういったのを学んでいくんですけれども、まあ、武術的なものもですね、やっぱり取り入れて練習を積んでいきました。学校在那个时候呢是国家支持的，这也就代表念的学生呢、啊、他们不用负担太多的学费，甚至有的时候还可以领薪水或是零用钱。所以在我的观察底下，大部分都是家境比较辛苦的小孩去念那个学校。でまあ、その学校っていうのはですね、まあ、台湾政府、まあ、国として、まあ、支援している学校なので、まあ、どういった学生が、まあ、そういう学校に入学するかというと、まあ、ほぼですね、家庭環境がそんなに恵まれた、まあ、恵まれてない学生が多かったですね。まあ、その国が支援しているので、まあ、学生の、まあ、学費が安かったり、まあ、時には免除されたり、免除どころかですね、例えばお小遣いがもらえたりとか、そして、まあ、演出料がもらえたりとかもありましたね。那の学校は一年收一次学生、可是我那个时候三年才收一次学生、所以我十岁
进到学校的时候，我上面就有13岁的哥哥、16岁的哥哥、19岁的哥哥，还有很多军人。其实对那个时候的我来说，在学校的环境里面有一点恐怖。まあ、学校といえば通常1年に1回、まあ、学生を募集したりとかすると思うんですけれども、入学が行われたり、しかしですね、その戯曲学校っていうのは3年に1回、まあ、入学を許される、そういった制度の学校でした。なので僕10歳の時に入学したんですけれども、僕の上の先輩っていうと、まあ、13歳のお兄ちゃんたちがいたり、16歳、19歳とですね、で、まあ、こういったまあ、3歳上ずつのお兄ちゃんたちがいると同時に、まあ、軍人たちもたくさんいました。で、僕こういった制度っていうのはちょっと怖いなって思ったぐらいでしたね。那以前呢，还没有周休二日，我们一个礼拜只有12个小时的放假时间，就是礼拜天早上8点到晚上8点，那是我唯一可以离开学校就是外面的时候。で今ですね、台湾も週休2日制で土日休みなんです、完全オフなんですけれども、僕その当時はですね、休みといえば1週間のうち12時間しか許されなかったんですね。それど日曜日の朝8時から夜8時の間なんだけど、まあ、その間だけ、まあ、学校を離れて外に遊びに行くことが許されました。怖い。はい、ってことはどんな学校の雰囲気だったかっていうと、その表現したい人たちがいっぱい集まってるっていうよりは、その軍隊っぽい規律が厳しい感じの学校だったっていう理解であってますか？那我有这边，我这样听你这样说，我这边有一个疑问，就是说这学校与其说是在培育艺术表演工作者，不如听起来更像是军队，讲求的是纪律，好像是这样子的一种学校氛围，对吗？是的，是的，そうです、そうです。因为像军队一样，而且我们在学校里面的这个学长学弟制蛮严重的，所以长大以后来回顾，就会觉得我们学校校园霸凌也是有一点严重的。まあそうです。まさに軍隊のような。まあ、そういった学校の雰囲気でしたし、あと、まあ、今思い返せばですね、まあ、学校における例えば、まあ、先輩と後輩のそういったカースト制みたいなものもですね、すごく厳しかったんですね。なので、まあ、学校内でのそういったいじめみたいなものも今思えば、まあ、結構あったなっていうふうに思います。そこからシルク・ド・ソレイユのアーティストになるってすごい大変だったと思うんですけども、どんなことを訓練しました、自分の中で。那你是这样子的学校氛围，戏曲学校出身，但是呢，你却进入了这个太阳马戏团的，成为了一个艺术家，这个缘起或者是这个历程是怎么样的呢？其实我最一开始，我并不知道我长大以后可以做什么。那在学校的安排底下，我理所当然的应该要变成一个传统戏曲的表演者。そうですね。僕、まあ、一番最初はやっぱり若かりし頃、ちっちゃい頃はですね、まあ、大きくなったら何になれるかなんて特にイメージしてませんでしたし、何かを目指すわけではない。で、またその学校の、まあ、厳格な学校のトレーニングのもとにですね、まあ、最終的に、まあ、練習を積めば伝統戯曲の、まあ、そういう者になるっていうのが普通でしたね。最一開始、我大概是高中的時候吧。其實我最想做的事情呢、是要做一個玩滑板的人、玩滑板的選手。でまあ、学校に高校生に入って一番最初に何になりたかって言ったと、プロのスケーターになりたかったと思ったんです。スケーターじゃなくてあれ何だったっけ、ボードのあれ、スケートボード。まあ スケート、わかります。はい、はい、那可是我那个时候没有机会跟外面连接，我根本不晓得要怎么样让滑板做那个很厉害的特技。一直到我16岁的时候，第一次出国是去日本。我在日本的书店里面看到一本书，他写
那个 skateboard A to Z， 我就买了那本书回来，然后台湾一边看书一边学这样子。嗯，でもなんかスケボーで何か、まあすごく華麗なる技だったりとか特技的なものを、まあ、大会に対して発信したり表現できるということは僕は知りませんでした。で、その一回ですね、まあ、その後、まあ、日本に来る、日本に遊びに来る機会が海外旅行であって、それで日本の書店に入ったら、まあ、その書店の中に売ってた本で、スケートボード A to G っていうのがあって、でその中にいろんなノウハウを教えていたということで、はい、あ初めてあこういう世界があるんだということを知りました。那后来呢？我们的学校，因为以前台湾原本有很多间戏曲学校，还有一间他特别有学中国杂志的。可是后来学校越变越少，就变成有一间，所以戏曲的学生也跟学杂志的学生都并在一起了。那我到了台北以后，看到耶，我的同学也学了很多很厉害的特技，也很想要变成那样。所以我就慢慢的也开始学一点 juggling 这样子。嗯，まあその今でこそあのあ昔はですね、まあその戯曲の学校のみならず、まあそういった中国雑技に特化した雑技団に特化した学校もいくつもあったので、学校としてはいくつかもあったんですね。しかし学校がどんどんあの合併され、そして少なくなっていて、今ではもうその雑技であったり、まあ、伝統戯曲であったり、まあ、どちらにしてももう全て一つの学校に集約されて1軒しか今残ってないんですね。で、僕も伝統戯曲出身なんですけれども、まあ、そういったその雑技的なものもあるっていうことも分かってますし、それを学んでいくようになって、そしてその後ジャグリングをするようになりました。是在那个时候的气氛吗？我们比较有门户之见。哦，你是学这个的，我是学这个的。其实我们不太有机会交流。当然，现在这样子的界限慢慢的越来越淡化了。可是那时候我很想学，但是找不到人教我，所以我就开始想尽办法的找资料，好像我去日本那个滑板的书一样，也开始看书了。然后后来有表演也会去看，然后甚至到后来有 YouTube 了，我花很多时间在 YouTube 上面看影片。うんまあ、でもその時ですね、僕はまあジャグリングを学ぼうと思ってた時の、まあ、その台湾における社会的な雰囲気っていうのは、やっぱりそのどういう専門性出身なのかっていうのは、まあ、それに特化した人だよねって、要はジャンルレース的に、まあ、君は戯曲だから戯曲をやってればいい、で君は何だから何出身だから、まあ、何をやるべきだみたいな、まあ、そういったそのジャンル分け的なその偏見であったりとか見方が強かったので、あまり交流とかそういった融合して何かを学び合うということがなかったんですね。なので、まあ、誰かに僕を教わったわけではなくて、まあ、自発的に資料を探してたりとか、まあ、その関連の書物を読んだりとか、何かパフォーマンス書があるとそれを見に行ったり、で今では YouTube なのにですね、まあ、いろんなパフォーマーとかアーティストが動画を上げているので、それを見て研究したり自分で実践しています。那后来我就去看了很多表演，我真的太喜欢了，我就不只去看他们表演，我也会跑到后台找他们，跟他们聊天，跟他们要签名，所以我就越来越喜欢，越来越喜欢，一直到本来2002年的时候太阳马戏团来台湾举办甄选，可是有消息出来那时候遇到SARS，所以甄选团队没有到台湾。那到2006年的时候，他们又再来举办第二次甄选，那时候我就去了，然后也很幸运的通过了甄选。不过一直等到去年以后，我才拿到他们的工作合约。嗯，你是说05年去甄选之后，是过了四年以后才拿到合约吗？06年。06年，好的。嗯嗯嗯。で、まあ、僕もですね、すごく好きなパフォーマーとかはですね、まあ、もちろんあの動画のみならず実際のそのショーを見に行って、まあ、好きすぎるアーティストはですね、舞台裏まで押しかけていって、まあ、そのお話をかけたりとか、まあ、あのサインをねだったりとかもしてました。で、まあ、その SARS が流行ったその2002年にですね、実はシルク・ド・ソレイユが台湾で、まあ、そのオーディションをするっていうのであったんですけども、しかしその SARS の関係でそれが
おじゃんにボツになってしまったんですね。でそのあと2005年にですね、またそのシルク・ドゥ・ソレイユのそういった国家オーディションが台湾で行われ、台湾 の, オーディションを行うということで僕を応募し、で実際に受かって、その実際に、その契約書をもらったのは2006年のことです。長い、すごい長い時間かけて実現したんですね。原来你也是花了一段时间才实现你的梦想，成为太阳马戏团的一份子。没错，そうなんです。で、まあ、僕もラスベガスでカオを見たことあって、すごい素晴らしいショーだったんですけども、で、シンホさんはそのラスベガスに、何年ぐらいいたんですか？カーにどのぐらい出演してたんですか？其实我也是也有特别飞到拉斯维加斯看卡。那我想说，你在拉斯维加斯就是大概待了多长的时间呢？我是2010年的时候收到他们的通知，我好像是11月的时候去的，那我在那边一直演，大概待了八个月左右，所以隔年的七八月，11年的七八月回到台湾。嗯，2010年の11月に、まあ、通知を受けて向こうに向かって8ヶ月ぐらいいましたね。でその後2011年の7月か8月に台湾に戻りました。それでですね、台湾、新宝さんのプロフィールを見ていると、でシルク・ドゥ・ソレイユの出演の後ですね、何かに出演したっていうプロフィールがなくって、2016年にエール芸術祭ですか、まあ、サーカス の, イベントをやられてるんですけども、なんでこうそれまでは表現者出演者だったのに、そのイベントのプロデュースっていう風にそこで変わったんでしょうか。那我在仔细看了你的履历之后呢，也发现其实你在从太阳回到台湾之后呢，就比较没有好像代表性的这种演出的履历，反而是看到你在2016年的时候并不是作为表演者，而是作为像是 producer 的角色，这个策展的角色，去策的一个跟马戏有关的这个艺术节活动。那为什么会有这个转折呢？嗯，我太喜欢了。然后因为我们刚才讲，在看了，特别是透过网络看了很多东西以后，会很好奇为什么那些艺术家可以做出这么棒的东西呢？无论是技术或是作品。所以我们从可能13年开始就一直不断的到世界各地去看表演，特别是马戏表演。那在16年的时候刚好有机会，国家表演艺术中心它叫做卫武营，他们也有兴趣想要做一些跟马戏相关的活动。那我就跟他们分享，我就带了好多我以前收集到的资料，我就去跟他们分享说啊，如果你们要做马戏，太好了哦！我在欧洲看到了什么，在加拿大看到了什么，也许我们都可以把这些东西分享给台湾的观众。那没想到他们就很信任我，就说哦，那我们一起来策划一个以马戏为主的活动吧。嗯。上に上がっている、まあ、いろんなアーティストの、まあ、作品であったりとか技術面でもですね、やっぱり素晴らしいんですね。なぜ、まあ、このような素晴らしい作品や技術が彼らにはできるんだ、こう作ることができるんだっていうことでですね、13年あたりからですね、僕世界各地のですね、まあ、サーカス関連のイベントだや、もうその作品を見る機会があれば、いろんなところに行って見て回りました。でさっきちょっとちらっと見せましたけれども、まあ、僕もすごくたくさんの資料を集めて、それで2016年にですね、台湾の、まあ、国家そのパフォーマンスセンターというのが南部のにありまして、中国語ではですね、イブエイっていうですね、衛星の A に武闘の部に、A ですね、その軍隊の軍営の A ですけれども、まあ、そこのセンターがですね、サーカスにフォーカスした何かイベントをやりたいんだということで、僕もその集めた資料を持って行って、例えば僕が見たヨーロッパの
そのショーであったりとか、カナダではこんなものがあったんだよっていうことをあのシェアして分かち合った結果、まあ、彼らも僕のことを信用してくれて、じゃあ一緒に一緒にキュレーターとして一緒にプロデューサーとして何かやろうよっていうことで、それで一緒にコラボすることが実現しました。いきなり結構大きな仕事ですね。这算是一个很大的一个工作，对你对来说也是一个很大的一份工作哈。是的，是的。そうです。其实在我们之前其实有很多前辈都投入了在做无论是中国杂技或是马戏的分享跟推广，那我印象中国家剧院他在大概06年07年08年这三年夏天都做了以马戏为主的活动，可是那个时候好像我们还是比较从娱乐的角度来看马戏，那当然，随着我们自己投入了越来越多，我就发现哦，马戏的创作、马戏的训练系统也都是我们很关心的。我更想要让观众们看见马戏的这些还没有被看见的面向，所以就会想说啊，要办活动啊，要让这些我看到的这些好东西也分享给台湾的观众啊。でもちろんですね、まあ、僕がそのサーカスを広めた、まあ、発起人っていうふうには思っていない。なぜならば、まあ、僕の先輩にあたる先輩方もですね、まあ、それは中国雑技にせよサーカスにせよ、まあ、もうだいぶ前からですね、まあ、そういった、まあ、推し広めるための、まあ、そういった活動であったりとかイベントなども やられていたんですね、まあ、僕の記憶が定かではないんですけど、例えば06年から08年のこの3年の間にもですね、そのパフォーマンスセンターの方でも、まあ、の夏になればですねサーカス関連のそういったイベントをやっていたんですね。しかしその当時はですね、やはりサーカスをその娯楽的な視座で捉えていたっていうふうに僕は僕は思います。 でもですね僕の関心、僕が見た中でやっぱりその、まあ、サーカスのそういったを創作面であったりとか、まあ、例えばトレーニング的な部分っていうのは、まあ、どういうふうな、まあまあ、システム的にやられているのかとか、そういった部分も含めてですね、そのこれまでサーカスを捉えたことのない角度でですね、サーカスを、ま、あのいいあの面白い部分をですね、もっともっと台湾の人たちに知ってほしいということで、僕はそういうところから始めました。那我想举一个例子，以前传统的气氛啊，这些技术是秘密，他不会分享给剧团以外的人，不会分享这个，不会分享给家族以外的人。那所以我也以为这些事情不是那么轻易的可以被碰触到的。可是后来随着旅行，看到了其他地方在发展那个样子，我特别讲去了一个地方叫做 EDC European Traveling Convention 哈。我就看到哇，在那个空间里面，各式各样背景的人都能够因为 juggling 聚在一起，我那个气氛非常震撼。我就也在想，马戏应该有可能这样子啊，它当然可以这样子。我就想要把这个面向也呈现给大家，让大家无论是观众或是专业表演者，可以一起跳脱框架的来想象这件事情。でもまあ一つ例を挙げるならば、まあ、そのこれまでのですね、まあ、台湾とかにおけるその伝統的な技術、技曲であったりとか、まあ、その雑技の技術っていうのはある日その社外秘的な、まあ、そういった雰囲気があったと思うんですね。自分たちの劇団や学校やファミリー以外は、まあ、やっぱりそれを学ぶこともできないし教えてもくれない、まあ、そういった雰囲気だったんですね。なので僕もですね、まあ、さっき言った、まあ、そのサーカスにおいて、まあ、どういった、まあ、テクニカル的な部分でその、まあ、ちゃんと教育システムがなっているのかっていうところはですね、そんなに簡単に何か学べたりとか触れることができないんじゃないかって思ったんです。しかし僕が、まあ、いろんな世界各地を旅行する中で特に印象に残っているのは日経在商社 EDC マンちょっと見せました。こちらのですね、その反対です。
ここです。1位に行った時にですね、すごく影響を受けたんですね。なぜかというと、もう世界各国のいろんなバックグラウンドの人がジャグリングをですね、大会にそのジャグリングの仲立ちにみんなが集まっている、一堂に会している。で、みんながですね、いろんな技やその技術であったりとか、ジャグリングの表現のあり方をですね、切磋琢磨して高め合っている、そういった雰囲気に衝撃を受けました。発見することが可能なんだねっていうことをですね、僕はこういったものも雰囲気も含めて、まあ、そのサーカスを見に来てくれるお客さんのみならず、そのサーカスを表現する表現者たちにも、台湾の人たちにそれを伝えたいと思ったんです。 TJC は僕もとても羨ましいです。あの動画とかでしか見ないんですけど、参加者がみんな街中ジャグリングしながらパレードして、でバス停の上に乗ってこうパッシングしたりとかして、なんかすごい自由な感じで、あれ本当に羨ましいイベントです。这你提到的 EDC 啊，我只有一个字，羡慕。特别去，实际上看过也都是透过这个动画 YouTube 上只能观看，但是呢，就看到说他们就是都在透过这个 juggling， 非常的自由的氛围走入城。通过这个 juggling 来互相切磋琢磨哈，那这样子的一个氛围呢，真的是太羡慕了。我想要分享给没有去过的观众，有一个在 EJC 的场景是这样子的，它会有一面墙，然后在墙上呢就会把时间跟日期标出来，上面就是一格一格的小格子，那。参加的人呢就可以自己去写我想要教什么，我想要给什么 workshop。星河可以教翻译，莉莉可以教大家翻译。然后各种各样的人都可以给课。专业的可以给课，业余的可以给课，妈妈也可以给课。我觉得那个互相分享的气氛是我非常非常喜欢的。ここでですね、まあ、その EDC に行ったことない人に、まあ、ちょっと僕が見たその雰囲気をまた一つ例に挙げて伝えたいんですけど、EDC ってですね、その壁に あるその表が貼られてるんですけども、まず最初にその時間、日にちですね、日にちと時間があって、で、その下に表になっているんですね。一個一個こう書けるような感じで、ちゃんと表になっていて、で、そこで例えば、リリーです。リリーは通訳を教えることができるというようにですね、どういうワークショップを教えられるかということをそこに記載することができる。しかしですね、これっていうのはプロフェッショナルだけじゃないんですね。アマチュアであろうが、例えば主婦であろうが、お母さんであろうが、その自分の特技を伝える、教えるワークショップを誰でもオープンな形で記載することができる、授業をすることができる。そのようなとてもオープンな雰囲気というのは、うん、で、今ちょっとコメントに誰か先生小学生の覚えてますかっていうコメントが入ってますね。ゆうさんっていう方かな。先生、もう一回お願いします。先生、日本語でですか？中国語で来てます。新保さんにコメントが、はい。现在有人留言给你，用中文写。他说：“老师，你记得我吗？”当然有很多你的粉丝跟学生都有。来看一看是谁。来，来，我们来瞄。はい。で、ごめんなさい。じゃあ、EJC は羨ましい、素晴らしいっていう、そういうのが理想と、一つの理想として新保さんある中で、芸術祭やって、で、あと僕も言ったフューチャーサーカスラボですね、はい、これは非常に言葉にしづらいその実験的なイベントだったんですけども、で、その後、2018年はジャグリングバトルの大会とかを開いているわけですけども、どうでした？開いてみて
どのイベントの思い出でもいいんですけども、開いてみて、なんかこういう素晴らしいことがあったっていうのをちょっと教えてほしいなと。我们也再次确认，我们两个都觉得 EDC 是一个很棒的地方，而且我们都希望可以有这样子这么理想的这样子的学习环境。那么再来聊一聊，作为你策展人呢，我们也看到了说，你也做了这个未来马戏实验场的这个艺术节。那这个其实呢，要怎么去解释这个艺术节？我也只能说这是一个充满了实验精神的这个艺术节哦。那后来我也看到说你在18年的时候呢也举办了这个 juggling 的这个竞赛，那这样子这几年下来你策划了几个重要的这个活动，那你现在在回顾这些你策划的艺术节活动里面呢，有没有什么让你特别印象深刻或者是想要在这里提出来跟我们分享的呢？我先说 juggling battle。 嗯，juggling battle 现在我们在去年的暑假把它变成叫做 Map Skill Battle， 嗯，所以是有各种特异的人都可以聚在一起交流，嗯，它虽然名字叫做 Battle， 而且我们给它一个台语的名字叫做定勾机哈 TK， 定勾机，嘿，这个意思就是台语的 Battle 的意思，嗯，虽然我们听起来好像在打架。可是重点还是让不同能力的人聚在一起交流，可以看见别人的优点，可以认识新的朋友。那这样子观众在看表演的时候，他就会发现，哦，原来这个世界上有这么多厉害的人。嗯，でまずその2018年の今おっしゃってくれたジャグリングバトルなんですけれども、実はですねその後その改名しまして、ジャグリングにそのだけにその範囲を狭めないための名前を変えたんですね。你可以再讲一下你现在的名字吗？ Juggling Battle 变成是 Mat Skill Battle。 Mat 怎么拼？ Mat M-A-D M-A-D Mat Skill Battle。 Mat Skill Battle ですね。 Mat Skill Battle。 はいはい、なるほど、そうか。でそのバトルっていうのもまたもっとそのローカル的に楽しんでもらうために、実は台湾語でネーミングしてるのがティンコーキーっていう、まあ、台湾語なんですけど、はい、これはですねやっぱその喧嘩をするとか そういった意味があるんですけれども、まあ、それをですね、まあ、より親しんでもらうためにあえてそう呼んでいる。でこれが名前を変えたことで、まあ、そのジャグリングのみならずすごい技を持ってる人ならば誰でもそう参加して、まあ、こういう技があるんだとかっていうことを披露しながらお互いが発見し合うような、そういったあのものに今発展しています。技ってどのぐらいの範囲のなんですか？もう絵画とかでも OK、 ライブペインティングとか。那如果说是有很厉害的技术的话，这个范围是可以 大到什么样的范围？例如说 live painting 这种绘画，即兴绘画也 OK 吗？哦，应该是以表演艺术为主，嗯，那因为 battle 的规则是啊，30秒你要跟着音乐即兴，嗯，所以我们就会从这个方向来找，有舞者啦，调酒花式调酒的人啊，花式篮球的人啊，武术的人啊，很会翻的人啊，什么样的人都有，也许有可能我们会找找看。Life painting の人吧。まあ、そうですね、まあ、どちらかというとパフォーマンスアートアーティストの方がメインなんですけれども、なぜかというとですね、このバトルちょっとルールがありまして、その30秒っていう短い時間の間に音楽に合わせて即興的に何かをやらないといけないっていうのがあるんですね、うん、で今まで参加した中で、まあ、例えばダンサーであったりとか、あとバーテンダーとかですね、まあ、こういったいろんな技を見せるバーテンダーいますよね。であと例えばバスケットプレイヤーであったりとか、まあ、そういうあと武術 を披露している人などですね、いろんなタイプの人がいますね。那分かりました。每次办这个活动的时候啊、嗯、我们都尽可能的想要邀请国外的表演者来，嗯，这样子我们才可以看见，嗯，还有很多厉害的人哦、嗯、所以我们第一届就有邀请啊、披萨西萨，嗯，然后后来第二届的时候，我邀请另外一个寇内萨，嗯，
他们来都觉得哇，这个水准真的是不一样啊。でまたこのイベント前にですね、毎回開催するにあたって、海外の優れたアーティストもやっぱり招聘したいと思っているんですね。やっぱ上には上がいるんだぞっていうことをですね、皆さんにも知ってほしいということで、第1回目はですね、渡辺久美さんを招聘しましたし、うん、その後神戸さんですかね。神戸ですね。はい。神戸。はい。神戸さんを。で、彼らのそのレベルの高さにですね、地元の人たちもびっくりされてました。那发展到现在我们好像做了第九次还是第十次了，我们呢也不请评审了，我们把投票的决定交给观众，因为表演一定是跟观众做连结的，你的东西好不好我们也让现场的观众一起来决定，所以那个气氛就变得 更热烈了这样子。那观众也会随着我们的活动一起来想，到底什么是好，到底什么是不好呢？一开始他们会选，丢很多就是好，翻很多就是好。随着活动办了那么多次以后，他们知道我们想要找的是独特的风格。如果你越认识你自己，就越能够做出代表风格的招式或是创作。那我们也希望透过这个短短的三十秒。鼓励台湾的创作者勇敢的做属于自己风格的东西。それでですね、僕このバトルですね、もう第9回目、10回目ともこれずっと開催しているんですけれども、最近はですね、もう審査員を入れ、審査員をお願い、審査をお願いしないんですね。で、この審査権っていうのを、決定権っていうのを、その現場に来てくれているお客さんに委ねている。やっぱりそのお客さんと舞台っていうのはやっぱりお客さんによっていいか悪いかを判断してもらうっていうことが一番直結的だと思いますし、やっぱりそういった雰囲気の方がすごく盛り上がるんですね。で、またそのこういったシステムになってからお客さんもですね、投票するにあたってじゃあ何がいいそのショーだったんだろう、何悪いショーっていうのはじゃあ何っていうことをやっぱり考えるきっかけにもなる。でやっぱり最初の頃はですね、例えばその分かりやすい技、例えばバク転したからあじゃあいいっていうような、そういった傾向があったんですけれども、最近はですね、やっぱりお客さんもこれはオリジナリティがあるかどうかっていうところにですね、やっぱりちゃんとそれをどんどんこうオリジナリティ性を、ちゃんとこう見るようになったっていうのがあるんですね。やっぱり自分のことを、自分の強みだったり自分のことをよく知ってるアーティストほど、そういった独自性っていうのをオリジナリティあふれる、例えば技でもいいし作品っていうのを作れると思うんです。なので僕もですね、このバトルを介して短い30秒の間で台湾のアーティストがですね、勇気を持って自分らしい表現を編み出してほしいというふうに願ってます。那无论是battle 或者是大的艺术节，我们都会去强调独特性的重要，因为如果你都跟别人一样，你就不特别了呀。那我想到一个有趣的事啊，我们 Future Circus Lab 的时候，我们有邀请 Hisashi 来表演，那你就会，就无论是 event 或者是 battle， 就会看到在彩排的时候，同样是表演者，同样是专业人士的，他们看到这些风格很独特的表演者，他们就会非常的佩服。可是到演出的时候，因为观众可能还在学习当中，他们就会不了解，为什么会请这个人来表演啊？他的厉害我好像还不知道在哪里。可是专业人士就会知道，那一些人都是超级厉害的创作者。なので僕もですね、バトルのみならず、大きな芸術祭でもそうなんですけれども、やっぱり独自性のオリジナリティの重要さをやっぱり前面に押し出していきたいし、そこが重要だっていうことを知ってほしいというふうに思っています。で、例えば、一つ例を挙げるならば、そのフューチャーサーカスラボをやったときに、渡辺久さんに来ていただいたんですね。で、イベントの前のリハーサルのときに、
久志君がこうやってこうリハしてるのを見て、まあ、そういったプロフェッショナルなアーティストとかが見て、わこれは本当にすごいっていうことで、まあ、みんな尊敬の眼差しで久志君を見るんですね。でしかし本ちゃん本番になって、久志君が、まあ、そのショーを見せた後ですね、お客さんっていうのはやっぱりお客さんがまだそのレベルについていってないんですよ。なのでお客さんが これは本当に超一流だっていうことが分かる、まあ、そういった部分も含めての芸術祭だと思うんですね。那 我想分享一个故事，这样子没有参加的人他可能了解。一般我们看 juggling 就是越丢越多就越厉害，可是我们那时候邀请 Hisashi 他的风格呢是跟地板一起做 juggling 的，那对观众来说就是，哎，这个人为什么一直球都掉到地上，就是不厉害呢？然后他们就问，为什么要走这样子的表演呢？然后我就要去分享说，哇，这个人很厉害啊，他可以把那些失误转换成他创作最重要的元素。你看起来像那些球失控了，其实都在他的控制范围之内，而且他发展了一个只有他才能做得到的风格。我觉得这比会丢很多颗球来得要更加厉害。那我也在跟观众分享，当我们的眼睛看到了很多可能性了以后，你才会知道哦，原来美的样子有很多种，才有机会去想，那对你来说什么才是美呢？嗯，じゃあそうですね、まあ、実際にフューチャーラボにですね、サーカスフューチャーラボに来たことのないお客さんのために久志くんのエピソードをここでもう一個お話したいと思うんですけれども、やっぱりですね、通常の、まあ、お客さんというのは、まあ、ジャグリングに対するイメージ、すごいジャグラーってどういうジャグラーなんだろうというと、すごいたくさんの球を投げて、まあ、っていうような、そのとても速くてとかっていう、そういった考えの人が多いと思うんですね。でも久志くんっていうのはやっぱりそのフロアとの親和性の高いジャグリングをされるじゃないですか。でそうするとお客さんがこのジャグラーってなんでずっと落としてるんだろうって、この人絶対コントロールできてないんじゃないかっていうふうに思うんですね。じゃあなんでこういうやつを、こういう人をこの紹介するんだっていうことで、こう最初見たわけわからないわけですよ。でしかしですね、やっぱりその彼がすごいのはですね、そのジャグリングっていうのをもうその一つの技として見せるものだけではなくて、まあ、それをアンコントロールに見せながら、すべては彼のコントロールの中にあるっていう独自のスタイル を自分で編み出したっていうことにすごさがあるっていうわけなんですけれども、それを伝えるのもやっぱりその芸術祭の目的でもありました。で僕らのその目愛っていうのはですね、僕らの目はたくさんの可能性を見ることによって初めて美しい、美しさの多様性や多様なるあり方っていうことをその見分けることであったり見出すことができるんです。でその中で自分にとっての美っていうのはどういうものなんだろうっていうことをやっぱりまた変えて自問できるっていうふうに僕は思うんですね。すごいです。嗯，我觉得这也有一点点辛苦，因为大部分的人，我不晓得日本的环境是什么，也许等一下他可以跟我分享。可是大部分的人听到马戏的时候，他还是直接联想到娱乐啊，然后嘉年华啊，亲子啊。可是他不会再去更深入的想创作，想哦个人特色，然后再去想说，哎，马戏可不可以有严肃的那个面向？那我觉得我们在办活动的时候，都希望让大家可以看见马戏它原本有的，大家都知道的，是也要去看看还有没有其他的可能。嗯，これはやっぱり。容易ではないです。もちろん僕が今言っている例っていうのは日本の環境のことよくわからないので、まあ、それに対してまあ安田君がまたフィードバックしてくれるっていいと思うんですけれども、やっぱりですね、台湾においてサーカスといえばやっぱり娯楽であったりカーニバルであったりとか親子向けでっていうようなそういったイメージがすごくこう根強い中でですね、
じゃあサーカスっていうのは作品として見れないのとか、なサーカスをやるアーティストの個人的な特色や独自性を編み出すことっていうのは、何とか、じゃあシリアスなサーカスっていうのはありなのとかですね、こういったその本来人々がもう知っている既存のサーカス以外の可能性を見せるっていうことは容易ではないんですよね。そうですね。ただ日本でもそれほど多く知れ渡っているわけではないけども、でも一部も愛好家はいてですね、例えば、毎年、世田谷パブリックシアターでそういう表現としてのサーカスっていうのをやってて、それは結構人が埋まったりしますし、あとはそうですね、高円寺でも毎年世界を見ようって言って、そういう2人だけ のサーカスとか、まあ新保さんは知ってるけどモビールとかも来ましたし、はい、まあなんで多くはないけども、まあ一定の認知は今あるっていう状況ですね。まあマスではないです。当然在日本也并不是这是主对这个当代马戏的这个理解也不是也没有太多人知道也不是主流。那当然相对的也渐渐的有这样的理解者爱好者。那例如说每年有什么样的地方可以看到当代马戏呢？像是世典古区的 Public Theater 这个这个每一年的话呢，主要我们呈现的这个马戏还是以表演艺术为主轴的这样子的一个演出，或者是这个高原寺的这个艺术节里面呢，我们也有马戏，并不是多人才能做一个马戏，有这种两人的这种马戏，我想你也知道那个 Mobile 他们也就是来到这个高原寺的演出，但即便是有这样子的演出机会，但还不是主流。疫情加油！一緒に頑張りましょう！一緒に頑張りましょう！で、そう、で、今、シンホから聞いた話だと、もう今やってるイベントは、もうシンホさんの理想通り、シンホさんの手のひらの上というか、思い通りやってるような印象を受けるんだけども、きっと多分、アーティストを呼んで、自分の想像を超えたことが発生したと思うんですけども、なんかそういうのあったら一つ僕に教えてください。那我想呢，希望你可以再跟我们分享哈，就是说星河，你今天已经跟我们分享了很多，你作为这个策展人，那很多的可能活动呢，也渐渐的发展为你觉得的理想的那个状态了哈。那当然，我也相信每次你邀请这个表演者、艺术家来到你这个活动的演出的时候，有很多的表演，或者是有很多的状况会超乎你的想象哦。那这个有没有什么样的这个故事可以跟我们分享？印象让你特别深刻、超乎你想象的事情发生的事，有什么事发生呢？超乎我的想象。对。超乎我的想象。可以是观众的反应，也可以是表演的这个品哦，它的这个 quality， 它的都可以看有什么例子。我不是因为他采访我，所以我才这么说。但是我脑中跑出来的画面都是那些日本来的表演者都太棒了吧。これはですね、今日日本の安田くんがインタビューしてくれてるからお弁当を書くわけではなくてですね、僕の想像を超えるような素晴らしいその作品であったり演出してくれ表現をしてくれっていうのは、ことごとく日本人のアーティストなんですよね。すごいな、すごいな、日本人がそういうふうに言ってもらえるってすごいな。我都会讲啊，就是说日本没有国家的学校，台湾有，可是日本很多人去国外的有名的马戏团公司表演呢、欸，怎么一回事啊？那像我以前2012年的时候去这个柯志吉上他们家哈，太极柯志吉，哎，
去他们家一二年的时候去他们家住了一个月，他就带我到处去看啦、啊，然后跟他们一起练习啊，然后过一阵子他就变成上班族，啊，再过一阵子哈，他去法国去参加法国职业的 juggling 的团，哇，我觉得不可思议耶。嗯。まあ、本当にですね、あの日本っていうのはそもそも、まあ、国家レベルの学校で専門に育成してるっていうのってないじゃないですか。にもかかわらずたくさんの日本人が海外のプロフェッショナルなそういった会社であったりとかそういった劇団であったりとかに所属されているチームに所属してグループに所属しているっていうのはどういうことなんだっていうふうに僕は思いますし、あと2012年の時にですね、小辻さんにお世話になったんですよね。で、僕その、はい、彼のお家に1ヶ月間ちょっとあの滞在させてもらって、まあ、その中でですね、いろんなところに連れて行ってくれて、まあ、僕もあのいろんなものを見させてもらいましたし、一緒に練習も参加させてもらったんですね。で、その後帰った後、小辻さんなんかあのサラリーマンに戻っちゃったって思いきや、またちょっとしたら、そのフランスに渡ってプロフェッショナルなあのジャグリング の契約を結んで渡っちゃったっていうのはこれどういうことなんだっていうふうに僕も思います。那我们去年暑假做了一个制作，然后也有邀请这个凯桑哈凯塔尼库吉，哎，我不知道。那是凯，嗨。然后。スパイタースパラガスですね。对对对，他们超棒啊。然后呢？因为我们有六个表演者，三个是国际的，有以色列、瑞典跟日本。嗯，凯桑是做整个制作的最后一个片段。嗯，然后我们就看到他在发展自己的东西，就觉得哇，厉害！所有人看，不管是什么背景的，舞蹈的背景、戏剧的背景，或是马戏的背景，看到他的片段。都会被他征服，都变成他的粉丝。嗯，因为这个是去年暑假嘛。对，去年暑假。嗯，やっぱ去年の夏休みの時にですね、まあ、一緒にあの一つプロデュースしたイベントがあって、その時にですね、谷口海さんを招聘して参加していただいたんですね。で、そのやって人、その時去年やった夏休みのイベントは。合計で海外から6人のアーティストが参加してくれて、まあ、日本だけじゃなくてイスラエルであったりとかスウェーデンからも来てくれましたね。で、その谷口さんっていうのは全部のプログラムの一番最後にその登場したんですけれども、でも彼がのパフォーマンスにですね、それバックグラウンドがダンサーであろうが戯曲出身であろうが何であろうが、もう彼のこのパフォーマンスを見て全ての人が虜になって彼のファンになっちゃいました。以前在办活动的时候，我自己就会希望可以请国际的表演者来到台湾，给我们一点刺激。那慢慢的也看到台湾的表演者，也这几年他们进步的那个样子也越来越明显了。でもちろんこれまでのそのイベントっていうのは、できれば。その海外のインターナショナルのそういったアーティストをちゃんと招聘して来ていただくことによって良い刺激を、まあ、台湾のまたローカルの表現者たちに与えてほしいっていう風な願いでずっとやってきました。でもここ数年ですね、その台湾のそういったパフォーマーアーティストの進歩っていうのもとても顕著だなっていう風に感じます。そう、日本は多分すごく型通りにやれっていう、基本的にはそういう社会なんだけども、そういう谷口さんとか渡辺さんとか、そういう個々人が一人の パフォーマーがインディペンドで独立してもう勝手にすごいことをやる、まあ日本語で変態っていうんだけど、そういうのは、はい、そういう人が多いんだとは思う。嗯，其实啊，很多人呢就会觉得，其实日本呢。也是一个非常严谨的社会，然后很多的无论是作品或者是什么样的形态，其实都是一个模板出来的，也有这样子的一个印象。但是你提到的像 Hisashi 或者是 Taniguchi 哈，其实他们都是特立独行的分子哈。那我们在日文有一句叫做变态，
其实他们算是变态，那其实他们才能发展是自己的独特性。那就代表我们团队的眼光非常的好。じゃあそういうことであれば、あの僕たち彼らをピックアップした僕らのキュレーションチームの見る目が高いってことですよね。そう言えますね。っていうか間違いなくそうです。じゃあちょっと今までのイベントのことは聞いたんですけども、あ、聞こえてます？はい、聞こえてます。はい、今までのイベントのことは聞いたんですけども、じゃあこれからそのもっと自分の考えているものを進めるためになんか どんなイベントをやろうとしてるとかっていうのはありますか？那今天谢谢你特别跟我们讲了这么多过去你的这些活动的一些回顾跟你的经验哦。那但是今后你对这个未来的想象，或者是说你想要策划什么样的活动的部分，是不是也可以来跟我们谈一谈呢？当我们接触马戏的时候，最一开始我们最想要的就是能够有自己的基地，然后就可以在里面安全的有足够的空间的在里面练习，在里面创作。那可是要在台北，因为台北是最多特别是马戏创作者的地方，要找到这样的地方太难了啦。可是不断不断的很多人的帮忙之下，我们今年会跟台北表演艺术中心合作，这个计划已经开始了，它叫做马戏棚，帐篷的棚。我们会在总共会有22次的礼拜一，然后找不同领域的创作者，他们都是老师来，比如说导演啦、编舞家啦、声音创作的人啦、画画的人啦，我们一起来跟马戏的或是非马戏的这些核心成员，因为他们是通过甄选选出来的，我们就一起上课。那希望在这个半年的期间之内，我们可以一起讨论马戏创作还可以有什么样子的可能。因为我觉得大家只有先看过作品才能够开始讨论，所以艺术家要先开始努力吧，不然观众他不会有机会明白马戏还有什么可能的。星河，你可以帮我查一下那个马戏棚的英文，你们是怎么叫做 Circus Factory。Circus Factory， 好，谢谢你。谢谢。そうですね。僕はですね、そのやっぱりこれまでこういったイベントを開催する中で、まあ、ずっと温めてきた夢があるっていうのは、やっぱりその僕らの基地が基地を持ちたいっていうふうに思ったんですね。僕らの基地があれば、やっぱり安全な場所で、そして十分な空間の中で練習をすることもできるし、作品を作ることもできる。まあ、しかしですね、まあ、たくさんの、その、サーカス関係のアーティストがいるのは台北、首都の台北なんですけれども、まあ、台北っていうのは人口密度も高いですし、あの土地価も高い、そういった場所でその基地を持つっていうのは、ものすごく難しいっていうふうにもずっと思っていた中ですね、実はですね、あの一つの機会 に見舞われて、これも決まったんですけれども、台北パフォーマンスセンターと一緒にそのコラボする形で22回にわたってですね、サーカスファクトリーっていうのをですね、一緒にやることになったんです。でこのサーカスファクトリーっていうネーミングなんですけれども、しかしこれはサーカスのバックグラウンドの講師だけが形成されているわけではないんですね。まあ、例えばそのダンスであったりとか、あとその音声さんであったりとか、絵画であったりとか、その、核心とな、あの、コアなる、コアの講師やメンバーっていうのは、必ずしもサーカス出身ではないからこそですね、で彼らっていうのは、やっぱり実際に、ちゃんとこう審査を通って、まあ、あの選ばれて、先生たち講師陣なんですけれども、まあ、そういった方々によって、まあ、共に切磋琢磨されるようなファクトリーっていうプログラムが開始します。で僕やっぱり思うのはですね、あのサーカスっていうのは何なんだろうっていう、そういった魅力を
これからも探索するにはですね、やはり作品がないと語るに語れないと思うんですね。おお、確かに。だからこそ作品を作り続ける必要があり、そして作品を見ることによって初めて観客はそれに対してフィードバックしたり論じることができる。だから僕たちもそういったファクトリーのをしながらも新しい作品可能性っていうのを、まあ、共にですねスパークを求めて作っていきたいなと思います。ごめんなさい、そもそもちょっと実は知らなかったんだけども、シンホーさんは今そこは会社なんですよね、自分の今いるのは。うん、どこにあります、うん、台北ですか、台南ですか。あ、シンホー、我问一下你自己现在是一个有限公司的 你自己本身的这个团队已经是公司的形式对吗？那你的公司的所在地是在台北吗？还是 还是在南部呢？在台北。台北です。台北。嗯。で会社です。じゃあ、今まではその台南の方の、まあ、政府がパフォーマンスに対していろいろ支援をしてたっていうところがあったと思うんですけども、今度はまあ台北でもそれができるようになったっていうことですか？因为我的印象感觉好像是南部政府还蛮支持我们的这个马戏的这种论坛也好活动。那现在你的意思就是说现在呢首都台北也开始也支持这样子的这个马戏关联的一些活动。这样我想大家都开始关注这个领域，也纷纷的投入很多力量进来了。那我好像三个礼拜前去看了大学生，他们是专业的马戏表演者，大学部的呈现，我看到他们的呈现，我也有一种哇，台湾的马戏整个都起来了，因为他们进步好多，所以很多人都在关注这个了。そうですね、もう今その南部のみならず、まあその台湾全体がですね、まあこのサーカスっていう領域。まあ、このジャンルにやっぱり力を入れ始めている、関心を高く持っているっていうのはあります。つい3週間前かですかね、まだ大学生なんですけれども、もうすでにそのプロフェッショナルの活動をされている人たちによるパフォーマンスを見たんですけど、僕その若い彼らの、まあ、そのパフォーマンスを見て、わあ、なんて彼らはすごいんだ。台湾のサーカスレベル全然底上げされてるじゃんっていうふうに僕も感動しました。可是我觉得他就会有两个可能我们也要担心的事情，就是大家现在都在看，可是这一些人无论是政府也好，或是无论是观众也好，他们会不会有耐心的等我们慢慢长大呢？还是很希望我们马上就要变得跟谁谁谁一样厉害。那第二个我觉得也是更严肃的问题，到底什么是我们的？而不是哦，有一点像加拿大，有一点像法国，有一点像日本，到底是我们、什么是我们的创作呢？しかしですね、またこうやって今注目を浴びている中で、まあ、2つのそういった問題定義を僕はしたいと思うし、まあ、問題定義の中にも可能性があると思うんですね。まずやっぱりお客さんと政府は僕たちの成長を待ってくれるのかっていうことですね。実際には作品を作るにも時間がかかります。でもその時間を待ってくれるかどうか、それともそういったその時間は待てずにすぐどこどこの国やどこどこのパフォーマンスにみたいにもうすぐ成果として見せなきゃいけない、それを期待されているのかっていうのが一つで、もう一つはですね、やっぱり発展すればするほどやっぱり僕ら台湾のならではのサーカスって何ぞやっていうことにやっぱり戻るわけですよね。ちょっとカナダっぽいよねとか、ちょっとこれ中国寄りだよねとか、これちょっと日本っぽくないっていうようなものではなくて、これ台湾ならではだよねっていうものっていうのはどういうのが台湾ならではなのかっていう問題にもやっぱり突き当たってきました。ということは、シンホーさんも、その周りの環境を整えるだけじゃなくて、作品作りに、まあ、演出なりなんなりで入っていくっ
ってことですか？那也就是说，星河其实你也不是只是说在努力的去做推行跟整顿整个大环境之余呢，其实你也是积极的加入这个作品创作的这样行列，对吗？もしくは出演する自分で、まあ、プレイヤーに戻るとか。作为表演者，再回到表演者来做一些演出。我现在比较少表演了，应该是说间接的去跟他们讨论他们的创作，但我不是只做创作的。僕が直接何かパフォーマーとしてアーティストとして作品に出るっていうことはもうほぼ今はないですし、でもその作品作りをしている人たちと一緒にディスカッションしたりとか、何かこうアドバイスしたりとかっていうようなそういったやり取り交流はありますね。なるほど、わかりました。原来如此，我知道了。で、日本はその個々人の素晴らしいアーティストは確かにいて、しかも結構いっぱいいる。本当にすごい人たちがいっぱいいるけど、ただあの新法さんみたいな活動とか、もしくはさらにもっと上、政府がそのように支援してるっていうのは日本では全くではないですけどね。まああのほとんど聞かないですね。其实在日本，就日本来说呢，个人艺术家很棒很厉害的个人艺术家其实人数也还蛮多的，但是呢其实反过来看，像星河你这样子的作为策展人也好，或者是作为推动者这样子的角色的人其实还不太多，那甚至是政府资源的话就更不用说了，当然不是没有任何资源，但其实这个资源是不够的。だからアーティストは確かに日本はいるかもしれないけど、もうイベントとしては台湾の方が、僕は台湾にも実際行って体験したけども、台湾のサーカスイベントの方が非常に進んでるっていうあの感じを出しました。まあ台湾のというか、まあ、新宝さんのなんですけど、そこは。当然就这个 artist 来说、表演者来说、日本也是有。但是呢、其实到了台湾以后，是我个人亲身体验，去尤其是参加了去看到了你的这些活动，还有艺术节，就会觉得是说这些平台的部分，还有艺术节的整个多元的呈现的部分，感觉好像台湾比日本还进步哎。いや本当にこれはおべっかとかじゃなくて本当にそうです。这个我没有在拍你马屁，真的是这样。他这我的理解应该是说规模跟活动的，对了，活动的规模吧。可是我觉得就作品的成熟度来讲，我们应该还有很多进步空啦。まあ今安田さんが言ってくれてるのは、多分イベントの規模感であったりとか、そういったところだとは思うんですね。しかしその作品自体の成熟度をで見ると。もう僕たち台湾人まだまだ進歩する余地があるなって思います。厳しいね。哦，你还蛮严厉的。我们有做一个小小的书，嗯，啊，对，它叫做就是从我们的角度来认识马戏，但主要是在介绍我们啦。嗯，然后呢，有稍微整理了一下在台湾有做跟马戏相关的团体。那在这么多团里面有投入创作而且特别关注当代马戏的其实也还没有很多。で僕たちですね、実はその僕らの、まあ、視座観点から作ったんですけれども、この、台湾サーカス指南書っていうのを作りまして、この冊子作ったんですけれども、まあ、特にですね、さっきあのページでめくった中にあったその台湾のサーカスを作っているプロデュースしてたりサーカス作品に関与しているグループをこうやってガーって列挙したんですけれども、しかしその中でも特にそのコンテンポラリーサーカスにフューチャーしたり、そこに特化してコンテンポラリーサーカスっていうのを極めていたり作っているっていうのはやっぱりあの少ないですね、その中でも。動画を見てる人、もしコメントをもらえれば何かあの新宝さんに、質問ができますので、はい、お願いします。
那现在这时间呢，我们也开放这个现场 Q&A。那因为这个，我们主要是对日本的观众朋友哦。那他们因为安田先生也只会看日文，那我们主要还是开放这个 Q&A 给日本的这些啊、观众朋友，来看有什么问题来可以问我们的新和。哎，ありがとうございます。そう、まあ、日本の状況を伝えると、まああれあのそれこそ。瀬戸内に瀬戸内サーカスファクトリーっていうのがかなり前からあったりとか、あとは東京でも、現代サーカスのための、場所、あと練習の場所があったりとかするんですけども、それらはもう本当個人がすごく頑張って成立させてるっていう状況なので、うん、その台湾がその国を巻き込んでそういうシーンを作っているっていうのは本当に羨ましいです。就日本的状况而言，现在的状况而言，当然也有像濑户内海，濑户内这个马戏 factory， 或者是以当代马戏的练习场所场域的话，当然东京也有。但这个其实呢，都是投靠这个个人的努力才成立的，才有这些团，才有这些地方。但我现在听星河，就会觉得是说台湾至少有一些可能政府机关或者是有一些中心呢，他们愿意一起加入这个平台，一起来创造这个马戏的这个场景跟平台，这个是跟日本的状况比较不一样的。あと僕があのフューチャーサーカスラボでも、まあ、特にフューチャーサーカスラボで感じたのは、あのサーカスを見て楽しむってことが、家族であろうが、マニアだろうが、みんな一律ちゃんとできてたというか、すごくできてたというのが、記憶に残ってて、観客としての土台も、実は台湾の方が、そのパフォーマンスを見る目っていうのはあるんじゃないかなって、その時僕は思いました。那、就我自己亲临体验的、这个未来马戏实验场。我也觉得是说这个活动超棒的地方，成功的地方的一个是说，它不只是一般的民众也非常的可以投入享受去观看哦，还有马戏迷哦，这个马戏迷们呢，其实对已经看了很多马戏这样子的一个专家，其实呢他们也非常的享受，所以是无论是否是专业或者是业余，其实都是可以大家一起享受的这样子的艺术节。我觉得这整个的呈现方式的成功之处也在于这一点的同时呢，因为我也感觉到好像在欣赏这个马戏的这个眼光或者是这个观众的整个成熟度的部分呢，或许渐渐的现在台湾也开始超越了日本。多分パフォーマンスに慣れてるんだと思う、台湾の方が。但是为什么呢？是因为我觉得好像是台湾人很习惯，或者是很可以接受表演，是什么一回事？渡辺久志に関しては、あれは日本でもなかなか理解してもらうの難しかったので、それはお互い様です。但是久志呢？你刚刚提到那个例子哦，其实他在日本呢，日本人也很难理解他，所以没办法看得懂这个，我能理解。苦労して渡辺久志のことを理解してもらうためにだけの結構本こう分厚い本を僕も作ったぐらいなんで、日本でも苦労しました。我为了要让日本观众理解这个久志的魅力跟厉害之处，我还自费。编了一个厚厚的这一本书，专门写伊莎西的他为什么厉害的一本书，这样的专书，可见而知，可想而知，这个日本人其实也真的看不太懂，或无法理解他的厉害。但是我们是邻居，所以我想我们会一起进步的啦。でも日本と台湾はご近所さんなので、僕たちが手を携えて一緒に成長し合って進歩することはできると思います。そう、僕もね、台湾にすぐ行けるっていうのが気づいたので、また新穂さんのイベントに行きたいですね。我也是这样飞了一趟台湾，也觉得其实台湾真的是超近的，随时要飞都可以。希望这个我们疫情稳定之后呢，星河的有些活动我也可以持续的从日本飞去台湾一起参加，一起共享盛举。
好的，而且我们也会继续的邀请日本的这些马戏的创作者来到我们的活动。もちろんです。それと同時にですね、僕たちが企画するその台湾のいろんなサーカスのイベントにですね、引き続き日本のアーティストを招聘して、日本のアーティストにもですね、表現の場を提供したいと思っています。ありがとうございます。はい、僕あの未来いい人知ってるんで、はい、伝えます。哎，我还有很多推荐的人选，如果你有需要，我可以提供名单哦。那我也想说，如果有人想要办论坛，我们也会推荐安田先生去跟大家来聊天，分享他的经验。僕たちですね、またいつかもしサーカス団フォーラム形式で台湾で形式開催する場合ですね、ぜひ安田君もその登壇していただきたいなって思ってます。恐れ入ります。ありがとうございます。はい、真的是不敢当，也是你。ちょっとコメントが少し来てるので、読みましょうか。有一些观众有留言给我，我们来看一下吧。はい、日本期待日本いう問題、なんだろうこれ。スティーブチャンさんがなんか言ってますね。なんか期待すると、あと渡辺さんからも来てて、I'd like to see the development of Taiwanese circus. なるほど。台湾のサーカスを期待していると。とあと、西本真理さんから。で、西本真理さん、あの、フューチャーサーカスラボで、一緒にいた人ですね。还有西本女士也是有去到这个未来马戏实验场的，我的朋友。有，玛丽莎。玛丽莎，我也见过你啊，玛丽莎。最近私は現代サーカス、現代サーカス、伝統サーカスのジャンルにこだわらずに見るようになってきました。台湾のエネルギーは新法とヨールンがリードしているからこそ、若い人がついてきているのだと思います。日本も才能あふれる若い人が増えてきたので、年代を超えて人や世界をつないでいく力が必要かなと思っています。だそうです。マリさん呢、他留言、他写说呢、其实我最近在看马戏的时候、我也尽量的不想要他归类为什么是当代马戏、什么是传统马戏、不要去特别的去做区分。但是我也同时也感觉到呢、台湾这个投入马戏的一个能量。但我也相信，也是星河像你这样子的团队有带领之下，这个热度才被炒热起来的。那我也很希望呢，这个马戏的欣赏或者是投入，它可以跨国界、跨领域、跨年代一起来做。まあでもこのコメントくれたマリさんもそれをあのね、本という形かもしれないけどやる立場だと思うんで、はい、必要かなじゃなくて一緒に頑張りましょう。那我想说，マリさん其实他也就是一个。他也是一个代理者的身份啊，没错啊，所以我想说我们是可以一起进步，而且我们同时一起带领。さて、そろそろ90分近く喋ってきました。なんか最後に新保さんがまあちょっとこれ言い足りなかったっていうのがあれば、お願いします。哦，今天呢，其实我们也差不多快要，我们这个节目呢也进行到了快90分钟哦，那现在可能只剩最后5分钟。那星河，你有没有还没有觉得好像有意犹未尽，有些部分你想要补充，或者是想要再跟我们分享的呢？嗯，我已经准备好要告诉大家了，我准备很久了。哦，実はですね、言いたいないというか、言いたいことはですね、ずっとこう。この時間をこの時を待ってました。はい、お願いします。那就请说吧。我刚刚不是说我高中的时候很喜欢玩滑板，然后第一次出国的时候去日本买了滑板的书吗？嗯。然后我也捡了很多日本的电话卡。嗯。然后呢，把电话卡跟杂志上面滑板的图案粘在一起。嗯。然后就用电话卡做成了小小的滑板，你可以看到这个是日本的车票哦。然后它就会像这样子，哎，好像看不太清楚，它就会像小小的滑板一样。嗯，実はさっき僕あのエピソードですね、
高校の時にスケボーにハマって、そして日本に行って、そのスケボーの A to G の本を買ったっていう話をしたと思うんですけれども、で実はその時、スケボーのみならず、日本の定価とかですね、雑誌とか、そのチケットとかもいろいろ集めてたんですね。で、僕それをですね、集めたものを全部コラージュして、ミニスケボーを作ったのが今僕の手に持ってるやつなんですね。あ、メラ。これはですね、言いたくてしょうがなかったんです。以上です。自慢したかったんです。いや、你想要跟他说你有多厉害，还可以做这个这个滑板的小作品。没错。そうなんです。自慢したかった。でもやっぱりサーカスを扱ってる人、アーティストとか話すと、なんか結構すごいいろんな遊びを知ってることが多いですね。うん。それもなんか特別な道具がいらないような素朴なんだけども楽しい遊びっていうのがあるんで、シンホさんもなんかそういう多分スケボーのコラージュ作品のミニチュアを作るっていうのは直接つながってはいないけど、でも僕はなんかそれになんかサーカス的な遊び心っていうのは実は感じました。但看到你这个小作品呢，就会让我联想到，其实很多的这个跟马戏有关的这个艺术家啊，表演艺术家，其实很多我的这身边的朋友呢，大家都知道怎么玩，或者是发明一些玩法，新玩法啊。但我觉得其实这个玩法，或者是其实这个玩法呢，不需要特别的道具，或者是他有的他的发明可能是很朴素的。但我觉得说，就像看到你的这个小作品一样，其实我们很多的时候，是不是也需要带着一颗很自由的这种可以去发明这个新玩法的这种马戏，去享受这个马戏的这种一种心态去面对我们的生活啊，创作。我觉得这就是一种内在动力吧。我特别在乎这个，就是那是你发自内心。真的很想要这么做的，然后如果他也慢慢的实践，那这个力量就会影响周边的人。希望大家都可以真的发自内心做那些你很享受的事情。それこそですね、内在的なモチベーションというのがすごく重要だと思うんです。自分が心から本当に誰にも頼まれなくてもやりたいことをする。でそのやりたいことをするっていうことにですね、やっぱりエネルギーっていうのが伴いますし、周りの人だってそれを応援したくなったりとか巻き込んでいく力が生まれると思うんですね、おのずと。だからこそ本当に内から湧き起こるそういったモチベーションやそういった遊び心っていうのはとても重要だと僕も思います。よかった。なんかさっきのスケボーで終わるのかと思ったら、いい感じで言葉でしまってよかった。あ、我想说，你只是想要秀一下你的那个小作品，没想到你最后的结语还蛮感人的呢。はい、では9時半になったのでですね、はい、そろそろ一体結束呢。これで終わりたいと思います。じゃあ、シオンさん、ちょっと、これからも、活躍を期待してますし、僕も一緒に頑張りましょう。那我们刚好呢，你最后的结语我们就九点半了。那我们今天很开心呢，邀请你来跟我们做语谈，然后也祝福跟期待你往后有更多更棒的发展。那今天也很谢谢星河跟我们分享你宝贵的经验。谢谢大家，谢谢你。皆さんありがとうございます。はい、動画を見てくださった、動画を見てくださった方々も、はい、最後までどうもありがとうございました。啊，也谢谢观众陪伴到我们最后。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では。